こんばんは。ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。明日6日日曜日の全国の天気をお伝えいたします。明日は沖縄では雨が降りますが、だんだんと雲優勢の空となりそうです。西日本、九州では明日は晴れて穏やかな空となりそうです。一方、中国、四国、近畿エリアでは雲が広がり、時々弱い雨の降る可能性もあります。また関東エリア、明日は日差しが届き、午前中は部分日食が観測できるチャンスもありそうです。一方、北陸から東北の日本海側、そして北海道では明日も雪が降りやすいお天気が続きます。こまめに雪かきを行うようにしてください。全国的に今日よりも気温が下がり、寒い一日となりそうです。暖かい服装でお過ごしください。以上、全国の明日の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。